ゲッツフロントゲッツリア TV は韓国の現代自動車が2002年から生産・販売するサブコンパクトカー。日本市場では下記の事情で当初の開発コード名の TV がそのまま社名として使用されている世界戦略車として位置づけられているモデルである。派生車種としてクロスオーバー版のゲッツクロスなどがある。試作車にはオールアルミ車体によるもの、 アクセントに続くハイブリッド仕様などがある。2002年10月に車両本体価格90万円弱という低価格路線で日本市場に乗り出したものの、鈴木スイフトなど低価格な小型車や軽自動車という強力なライバルの存在があり、スタイルの地味さと商品訴求力が弱い TV は販売面で苦戦を強いられた。反面、欧州で 設計開発された仕様そのままの走りは、特に高速域において、日本車では味わえない、安定の良さを感じさせ、プアマンズユーロコンパクトとして一部に熱狂的なファンが存在する、悪くないと言われるほどである。2002年から 1300C サイ 1C12 バルブの、ガソリンエンジンモデルの5ドア、右ハンドル AT 仕様が日本へ輸入された。導入されたモデルは、 日本の道路事情に合わない非常に高速寄りのギアレシオが採用されており、この高すぎるギア比が災いし、市街地では力不足が感じられた上、燃費向上に有利となるトルクコンバーターのロックアップが時速 80km 以上にならないと作動しないため、市街地での燃費も伸び悩んだ。この欠点はフロントグリルがメッキ仕様になったマイナーチェンジ後のモデルでギア比が 多少低めに変更され、モード燃費も改善された。その後2005年10月にマイナーチェンジされ、ヘッドライト、テールライトの衣装変更をはじめ、エンジンが 1400ccdhc16 バルブに変更になったと同時に、さらにギア比が中低速寄りになり、排気量の拡大もあって、主街地での俊敏な走りを実現したが、モード燃費は悪化した。 TV 市場1レイヤーシマ等のセッティングはヨーロッパ仕様そのままを持ってきておりスピードメーターも時速 220km レンジであるウインカーレバーを日本車同様ハンドルの右側に装備していることは輸入車としては珍しいレギュラーガソリン仕様であることも輸入車としては珍しい平成17年ハイガス基準75%低減レベルの認定を受けている 沖縄では一時期レンタカーに使われていた。公表はされていないが、レンタカーなどに使用される、最小装備グレード以外は、東南警報システムが、標準装備されている。また、ライトの消し忘れによるバッテリー上がりを防止するために、エンジンを停止させた後運転席ドアを開けると、自動的にヘッドライト及びテールランプが消灯する、システムが、全車に、標準装備となっている。 なお、シムケチによって 1600cc エンジンや3ドア車もラインナップされ、装備もサンルーフ、リアフォグランプ、ステアリングオーディオコントロール、MT 仕様などがある。2006年夏には、現代自動車がオフィシャルパートナーを務めた、FIFA ワールドカップドイツ大会の限定車が発売された。2008年に後継車種である I-20 が登場したが、 その後も継続して生産、販売された。2009年11月にヒュンダイが日本市場での乗用車販売から全面撤退したため販売終了となった。日本市場では開発コード名の TB がそのまま社名として使用されているが日本国外での名称はとなっている。日本においての名称が t b になった理由として、クリックは先に他社が取っていたため登録できず、ゲッツは商標登録済みであるが名前がトヨタビッツに似てしまうことが背景にあるとされている。レスポンス、ヒュンダイ、t b 上陸、開発コードが正式社名になったその訳はなおこれとの因果関係は不明だが2010年11月12日に特許庁の商標検索サービスで クリックを検索した結果、二輪車に関連する商標として宮田工業の商標登録が確認された。ありがとうございます。